田んぼに落ちてる車、賠償金額がえぐいの知ってた？自賠責からの保証はなくて、事故った自分の車の修理代プラス、田んぼの修繕費92万8千円。これ結構安い方で、4桁請求された人もいます。4桁？おじいちゃんの運転する車が田んぼにドボン。オイルが流れ出たので、田んぼ一面の土を入れ替えなきゃいけないんだよ。今年だけじゃなくて、来年にも影響あるんだよ。2年分の被害額をさ、支払ってほしいんだよ。と言われ請求された額、なんと2000万円。2000万円？こうなったら弁護士に相談して何とかしてもらうしかありません。よく、抜け道があるから。とか、近道知ってる？とか言って、農道を通る人いますが、田んぼに落ちたら地獄にも落ちます。ちなみに、田んぼに車が落ちる要因は、視界不良。ライトもないし、白線はどこだ？道幅の狭さ。対向車来ちゃったよ。ちょっとすれ違えるかな？抜け道、近道狙い。なんだよ、渋滞かよ。もうこっちから行こう。この3つが怖いので、僕は農道を通らないようにしています。日中でした。